始まったかな、始まってるかな、始まってるかな。コメントが来ない。みんな見てる。あ、こんばんは、こんばんは、始まった。ありがとうございます。これね、一人だとね、こう始まる前からね、寂しくて寂しくて寂しくて、やることなくて、とりあえずリズムに乗るっていうどうもこんばんは、アップアップガールズかっこいいの古川小夏でーす。イエーイ。こんばんは、こんばんは。あ、始まってるよ、ありがとう。こんばんは、こんばんは、皆さんこんばんは、ありがとうございます。まあ本日はね、古川小夏一人の配信でございます。みんな元気してた？やっほーまあね、今日から10月ですからね、増税ですよ、増税なんか別になんか急いで買い込むこととかしなかったんですけど、でも一応お母さんが消耗品だけは買っておこうと思ったらしく、薬局に行ってくれたんだけど、もうほぼなかったらしいです昨日。だからあんまり私としては変わらない増税でした10月ですよ、10月なのにね、なんかまだ暑い感じですけど、こんな格好してるけど、なんかタンクトップだから。今日も皆さん楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。今日はちょっと秋だなと思って、ちょっと秋っぽい感じでわかんないよねあんまり気持ちの問題ですよ、秋っぽく茶色っぽくとっても雑な秋っぽさでお送りしたいと思います。イエイ。さあ10月に入ったということですね。もうアップアップガールズかっこありの5 to the 5th power 底なしの一体感がですね、今月に迫っております。27日、日曜でしたっけ日曜ですね、新宿ブレイズにて行われる単独ライブでございます。1日2公演、15時からと19時からで、2ヶ月ぶりの単独ライブになっております。あ、1個発表になったんだけどね、間になんていうの、イベントみたいな、その森崎の誕生日のライブが決まったんですけど、まあそういうなんかスペシャルライブじゃなく、普通にがっつりライブをやらせていただこうと思うライブはですね、2ヶ月ぶりぐらいになっちゃうんですよ。大丈夫みんな、生きてる？ライブなくても大丈夫かい大丈夫なのかいみんな。単独楽しみありがとう。次の日中間テスト大丈夫？来れる？大丈夫だよ。でもほら、電車乗ってる時間とかに勉強できるし、意外にいる、家にいる時間よりもそういう時間の方が勉強できるじゃん。私も結構あの机に向かってると勉強できないタイプだから、みんな欲してます、欲してます。そうだよね、私も正直欲してる、物足りない。そうだよね、干からびそうね干からびてますもう進行形で干からびてる人がいる。そうですよ。でもたまにはこうライブが欲したいっていう贅沢な悩みですけどね、贅沢な悩みなんですけど、ありがたいことにたくさんね、アップガーライブをやらせてもらってるので、あのライブがしたいって思いたい、今すごい思ってるんで、だからすごい次のライブが楽しみです。とりあえず一番近いアップガーとしての単独ライブはこちらですのでね、ぜひ皆さん遊びに来ていただけたらなと思います。まあね、最近そのライブもないぐらいですし、表立ったね活動もないので、まあ1週間振り返っても何もしてなかったんですけどだからまあ最近の私はということで、最近の私はですね、水族館巡りをしてます水族館好きなんですよ私。知ってました？みんな本当に結構水族館が好きすぎて、なんて言うんでしょう、人を誘えないんですよ。ペースが合わないペースが合わないから人を誘えなくて、友達とかとなんかにお願いして一緒に行こうよみたいになっても、友達を待たせることになる結果だから、そうなんですよ。よく覚えてる人いるね、海洋生物のモノマネをするぐらいだから、動きを覚えちゃうぐらい、一つの水槽の前でじっくり見るんですね。だから1日かかっちゃうんですけど、水族館行くのに。だからあんまり行きたいなと思いつつも、結構
私の中で一大イベントになっちゃうんですよ。もっとフラッと行けたらね、自分もいいなとは思ってるんですけど、行ったら夢中になっちゃうんで、だから私のそのペースが一緒なのが母なんですけど私の水族館大好き師匠なんですけどだからちょっとお母さんを誘ってですね、ダイビングねしたいんですけどね。ダイビング確かにね、すみだ水族館行きましたよ最近。私もいいですよね、ペンギンがいっぱいいるんですよね。もうだからなんか比較的近くの水族館は全部行ってるからだからどんなのが見たいって言ってくれたら教えてあげられるあ、これそれが好きならここ行った方がいいよみたいなのを言ってあげられるぐらい詳しいんですけど、品川のイルカショーが超綺麗なドーム型じゃないトンネルがあるのが、品川のエプソンの水族館。あとはですね、ちょっとファンの方は最近おなじみだったシーパラダイスにも行きました八景島シーパラダイス、この間ねお仕事ちょっと行ったんですけど、それでまあお預けを食らったみたいなもんだったんですよ水族館好きの私としては。だからちょっとリベンジしようと思って行ってまいりました。もうすごいんですよ、白イルカがいて、白イルカのおでこに触りました。あそこメロンって言うんですけど、ここのおでこの脂肪なんですよ。あれなんかちょっと出っ張ってるの知ってます？白イルカのおでこが、ここが全部脂肪なんでめっちゃ柔らかいんですよ。それを触る体験をしたりとか、あと鴨川シーワールドも行きました。鴨川シーワールドはシャチがいるんですけど、シャチに餌があげてみたい、わかる。シャチは鴨川とかしかいないんですけど、日本はあんまりいないんですね。そう知ってる、私もびっくりした。イルカとクジラが一緒なの。違いって大きさなんだって。大きさが違うだけでイルカかクジラか判別されるんだよね。そう鴨川シーワールドに行って、シャチのショーを1日4回ぐらいやってるんですけど全部見ました好きすぎるだろみたいな。もうシャチを見ることを目的として行ったんで、たまらないですね。でもシャチは触れなかったですね。シャチ触れる体験はなかったんですけど、その鴨川シーワールドは1日何名様限定みたいな感じでイルカと泳げたんですよ。それの体験をしました。わかるかな、この私のこのさ、本当にね、わかるみんなこの喜び。わかんないよね。そんな急に求められても困るよねもう本当に好きなのこの夏、イルカショーとかがすごい好きで、もう本当に可愛いじゃん、マジでいい子じゃん。どうしてもやりたくてもうテンションで伝わってくる、よかった。もう本当にね、なんか結構大変なのよ。もちろん泳げる人しか体験させてもらえないし、何でしたっけあれ、ウェットスーツ着てちゃんとイルカプールに入って、海水のイルカプールに入ってやるんですけど、私ちょっと溺れましたもんめちゃめちゃ良くないしかもなんか近くで見せた家族にバレてあいつ溺れたなみたいな、ね、いや私あれもうちょっとウェットスーツってだし海水だし浮くと思ってたんですよ。で足を下にして立ってくださいみたいな、水中で立ってくださいって言われて、はーいって立ったら思ったよりちゃんと足で漕がないと沈んでっちゃうのねいや別に泳げるから別に平気だよ、そんなマジで覚えたわけじゃないけどまあだからそのもうイルカのこと頭いっぱいでいけんだろうと思って足止めてこうやってイルカの方向いたらそのままブブ水面にだんだん沈んでっちゃうので、あやばいやばいと思って急いで泳いでなすぐ戻ったけど、そうイルカの背びれに捕まって泳げるんですよ。私もう本当にね
もう超嬉しくて、やれる体験できるって決まった時から私絶対に泣くと思ってたので、周り、まあ、あの私の想定では私より年下の多分子供たちが体験するんだと思ってて、いや思ったより大変だったから、あのほぼ私より年上とかの人が多かったんだけど、やってる人たちは本当にあの私一人で泣いてるんじゃないかなと思って、超恥ずかしいなと思って、それ一人でさ、もう感動のみたいな、怖いのかなあの子みたいなじゃなくて感動の涙を流すんじゃないかと思ってたんだけど、想像ではいつでも泣けるなって感じだったんだけど、早すぎてマジでアトラクションよあれ全然あの感動する余裕がなかった。後々見てすごいジーンときたけど、自分が体験してる動画とか見て、はあ、本当に私はイルカと泳いだんだと思って感動したんですけど、マジでマジでもう終わったみたいなマジで怖かった。ちょっと振り払われるっていうの、その落ちる、離れちゃう。だから私はこのために筋トレしてたんだって思った。マジで本当に思ったよ。あの結構周りの人、なんか本当あの女性の友達同士とかの人が多くて、でも女の人結構こうあの揺さぶられちゃうみたいな、こうなっちゃうんですけど、私ちゃんとこうやってイルカにちゃんと抱きついて言われた通りちゃんと顔こっち向いてみたいなできてたんですよだから、あ、今年このために筋トレしてたんだなって本当に思った。うん、あのてかしててよかったなって、これイルカと一緒に泳ぐためにしてたんだなと思って、超楽しかったです。ちょっと写真はあの今度あのツイッターとか載せるんで楽しみにしててください。私の超見るからに超幸せそうな顔載せますね本当にもうね、写真あるよ、ちょっと今度載せますよ。でもなんかいっぱいありすぎて、あどれ載せていいか分かんなくて迷ってんの最近、ずっとどうしようかなって思うんだけど、何から載せていいか分かんないぐらいちょっと最近幸せそうな写真がいっぱいあるんで、ちょっとじゅんぐり載せていきますね。ぜひこの、みんなは水族館そんな好きじゃなかったら面白くないかもしれないけど、あの幸せそうな私を見て付き合ってください撮りすぎて悩む。そう全部載せたらマジでやばいよ。いやもうさ、だっていつ次体験できるか分かんないからさ、だからさめちゃくちゃ撮ったしかもなんかその体験してる側からと、あの普通にショーとかやってるイルカプールでやってるから、その体験してない人とかはそっちのステージ の客席側から見れるのね。でその両方から撮ってもらったもういっぱい沈んだ写真ね、沈んだ写真あるかな、ちょっと探してみるわ。明らかにブーってなってるこの辺までちょっと一回使ってっからでもすっごい幸せでした。そんな感じ、私の水族館巡り。でも私 のおすすめは、まあ、近場だし、私はね横浜なんで、近場なんで、あの江ノ島水族館がおすすめです。あのこうやってわざわざ巡ったりとかしないぐらい基本的にいつも行ってますイルカショーもあのやってるし、あと私エイが好きなんですけど、エイがいっぱいいるんですよ。とにかくエイがいっぱいいて、しかもあのこう上に泳いでくれるとこがあるんですよ。それがすごい好きで、そこと、あとクラゲゾーンがすごいかあのなんか新しくなってめっちゃ綺麗なんですよ、あの新江ノ島水族館になってから。まあでも建物ってすごく広いので結構いろんな種類がいる。オオグソクムシもいるし、あんまりね普通の魚じゃないじゃんっていうね全部ちょっと変わったところが好きなんですけど、そうエイ可愛いんだよね。あのお口が可愛いんですよ。永遠にあのエイを追いかけてます江ノ島水族館では。エイいいよね、ぜひエイが好きな人はちょっと行ってみてください。フレアコーナーも好きですよ、触れる全然。マンボウはいないですね、江ノ水は。でも、鴨川にいました。めっちゃ怖かった。マンボウめっちゃ怖かった。あの、超大きいの。
でしかも特別な水槽みたいのがあるから、そこがちょっと暗めになってて、あ、フリートークで15分です怒られてる怒られてる、サホさん以来、サホさん以来、どうしよう、これどうする、一旦一旦タイトルコールしましょうそうしましょう、ちょっととりあえず一旦タイトルコールいきたいと思いますアップアップガールズカッコリーの戦場カッコカリさあ、これちょっとね、読まなきゃいけないやつがあるんで、それだけやっていきましょう。ショールームの参加方法です。ショールームの機能を使ってアイテムを投げたりコメントを書き込んだりすることができます。そしてポイントが多いほど皆さんのキャラクターが列の前に出てきますので、どんどんアピールしてください。番組に参加するには無料のアカウント登録が必要です。登録がまだの皆さんは登録してください。そしてここでランキングを確認しなきゃいけません喋りすぎて最後のと一括になっちゃうとか熱いもん。第3位すずめさん、ありがとうございます。第2位がですね、あ、うん、かっこかりさん、ありがとうございます。名前にまでかっこかりが入ってる。第1位ケイタンさん、ありがとうございます。ぜひ最後まで楽しんでいってください。アップアップガールズかっこいいの公式 YouTube チャンネルからご覧の皆さんも、毎週火曜22時からショールームで生配信してます。ぜひ生でもご参加ください。じゃあフリートークにちょっと一旦戻りまして、まあそんな感じです。で、一つ皆さんがまあ、どれだけの人が知ってるのか知らないけど、まあ、さっきツイッターにも書かれていましたが、古川こなす目撃情報というのが出てましてですねあの最近そのシャッター街の時の共演者の人とかと仲良くて一緒にお出かけとかして、なんか綺麗なとこ行って写真撮ったりとかいろいろしてるんですけど、仲良しのなんか遠足チームみたいなのがあるんですけど、そのチームで群馬の方にあるひまわり畑に行こうと思ってお出かけしてたんですけど、その帰りにね、あ、みんな気づいてる、シャンノンサービスエリアでご飯を食べてたんですよで、いや、その話にはちょうどなったんですよ。なんかちょうどもう車止めちゃって、ご飯食べよっかってなって車止めちゃって、そっからあれやってるみたいな話になって、そういえばやってなかった、ストライキをしててやってなかったよねみたいな話になって、まあでもやってたんですよ。逆に多分ちょうどスタートらへんの時に行ったからマジかなちゃんだったんだそうで、そう、最中じゃないよ、ちょうど終わった時ぐらいに行ったの。だからすごい人もいっぱいいたし、多分そのなんか報道みたいなのが来てたのよでも基本的にはお店の外にいたの、報道カメラとかが。だからまあ別にその悪いことしてるわけじゃないし、私逃げ回ってるわけじゃないからね、別に私悪い、そんな罪人じゃないからね、そんな逃げ隠れしなきゃいけないような人間ではないので、一応だから普通に気にせず、まあ、普通に中のご飯屋さんでご飯を食べてたんですけど、てかラーメンを食べてたんですけどそしたらね、その日帰って夜ぐらいかな、マネージャーさんからね、ファンの皆さんがこのちゃんっぽい人が映ってたんだけどって書いてあるツイッターを送られてきたのマジでびっくりして嘘だろと思ってそうなの、そう、みんな気づいた人、気づいた人います、すごいな、すごい目撃情報、そういうことなのよ。そう、でもほんと一瞬だったからコナちゃんっぽかったけどみたいな。それで私基本的に携帯をあんまりこまめにいじれないタイプで、マジでと思ってツイッター急いで開いて、そしたらみんなから出てましたみたいな、映ってましたみたいなの、あれコナちゃんですかみたいなのがすごい書かれてて、いやマジ見てんじゃんみんなみたいな夕方ぐらいのニュース番組なんですけどに映ってたらしくて、別にインタビューに答えたとかじゃないですよ、なのに出てたよねみたいな。でしかもそんな話をマネージャーさんから
聞いてて、そしたらあの事務所のスタッフさんも見たとか言って言ってて、もう完全にじゃんもう本当にあの派手ですいませんっていう、基本的にそうなんですよ。プライベートだろうとあの仕事だろうとこの派手さ変わらないんでまあ分かりやすいよなっていうのを改めて感じました。いや別にだから悪いことしてないですから、そんな皆さんそれいいのみたいな、やめて、怖い怖い。そうなんですよ、普通にあの元気に営業してましたよラーメン美味しかったですよ何がかりなんだよはい、そんな感じです。はい、今週YouTube 公式チャンネル、あ、そうだ、 YouTube の公式、え、私そんないっぱいいましたっけ。はい、あのその最近ね、あのライブとかがないので、その代わりにっていうわけじゃないですけど、あの YouTube の、 あの私たちの公式チャンネルの方でいろいろ動画とか上げさせてもらってて、あれ見ました、みんな、私の、暇つぶしがゲームになったっていう面白かった面白かった、本当に本当に丸投げよあれあの企画マジで本当に、まあでも一緒にやってくれるのがメンバーだし、それを見守ってくれるのがファンの皆さんだから、なんとかゲームとしてね成り立ってるんじゃないかなとは思いますけど、なかなか強引な企画だったなとは思いますが、うん、見て見て、ぜひ、面白いから。そう、意外に難しいよね、うん本当に私がね、なんかとった、なんか何の時とか、例えばなんかさ、何の時だろうね、特典会とか、ああ違うかな、分かんないけど、なんかまあ知ってる曲じゃないと結構難しいから、アップガンの曲とかが多いんですけど、そのアップガの本当の振り付けじゃなくて、その歌詞とかに合わせて即興で踊るっていう、もうもはや手話っていうか、そのジェスチャーゲームみたいなもんですね。ジェスチャーゲームが音に乗っててあのリズムに合ってるっていう、あれが結構私の中でそのなんか定番の暇つぶしなんですけどそれがマネージャーさんがあの面白くてお気に入りで、それをなんとかゲームにできないかということで、その古川かなつダンスジェスチャーゲームみたいなのができたんですけど手話ではないね、手話もっと難しいもんね。そうなんですよ、いろいろね動画出てるので見ていただけたら嬉しいなと思います。これからも多分出るんでね、交互期待。確か YouTube といえばですよ、うちのボスがさ、びっくりしません？ユキ？本物？今日 YouTube 始めた、YouTube じゃなくてショールーム始めたんですよね、確か。ショールームのユキのチャンネルが始まったっていうのは見ました、し、私の前でやってるコナツーって書いてある、本物？はーいって書いてるけど、ごゆきってやつですね。はーい、ありがとうございます。本物だよって書いてる、本物なのかしら、ありがとう、見に来てくれてんの。じゃあ今度一緒に配信しようよあ、最近後藤ゆきにも会いましたよ、後藤家の買い物に付き合ったあの後藤さんのためだったら、あのうちの家族がすっ飛んでくって言ってたんで、いざとなったら呼んでね本人は何のことか分かってると思うけど本人は何のことか分かってると思うけど、古川家技術者いっぱいいるから困ったら呼んでね買い物恥ずかしいからやめてはい本物ですね何のことか分かってるってことだから本人しか分からない話をするっていうそうなんですよ、実は家族ぐるみで仲が良くて、とりあえず子供たちしか今会ってないですけど、そう会いました。結
構あのバッタリも含めてあのエッグメンバーにすごい合ってます最近。この間あのその鴨川シーワールドの帰りにもバッタリメンバーなんか行く時のメンバーに会ってめっちゃびっくりしました。なんかお互い行ってたらしくて帰りにあの海ほたるで会ったんですよ鴨川シーワールドの中では会えなかったのに海ほたるでバッタリ会ったんですよ世の中狭って思いましたそんな感じじゃなくて、違う、ボスが YouTube にいるんですよ。雑な説明。これ私たちもあの最近本当にあのメンバーもそうですけどマネージャーさんともあんま会ってないので知らなかったんだけど知らなかったんだけどボスがアーティストデビューしたんですよ笑っちゃダメだね。違うんですよ、アーティストデビューしました。皆さん知ってますYouTube にいるってつって、そう、Around 40 Japanese Guy ガイズか、そう、すごくないですか、登録しました、すごい、ありがとうございます。変わって感謝いたしますそうなんですよ。いや別にあの面白いなとすごい思ってるんですけど、ちょっとタレントに敵視してるじゃないですかタレントを敵視してるのだけはちょっと悔しいなと思うので、ちょっと負けないように頑張ろうと思います。はい、ちょっとあのいやマジであのいつもそのなんて言うんですか、裏でも仲良し本当にもう あのままユニットになるんだろうなと思うと面白そうですよ。ちょっと面白かったので登録したけど、ニキちゃんとは仲良くやってほしい。その通りだその通りだよ、本当に本当そうめっちゃ面白い。そうなんですよね、タレントと仲良く、それ大事なんで、はい、ちょっとライバルではなく、なんていうの、姉妹グループなんていうんですか、兄弟グループみたいな感じで。でも私たちの方が先ですからね、まあ弟分ですよねボスがそうです、ボスが弟分グループってやばくない、マジで衝撃的なんだけどそうですね、後輩だよね、やっぱね、そうだよね、そう思ってるんだ。だからまあまあまあ先輩としてそこはちょっと厳しく後輩グループをチェックしていこうかなって。はい、公式ライバル違います、弟分チームですボスが弟ってみんなめっちゃ笑ってるいや超面白いじゃん。そう、ボスはボスですけどタレントとしては弟分だなのでね、そうそう、デビューが先だからボスなのに弟面白い、楽しみですね。なんか一緒にあれじゃないですか、今度ヤムのなんかイベントってなったらもしかしたらボスも出てくるかもしれないっていう、楽しみにしています。一視聴者としても楽しみにしていますそんな感じです。いやー喋っちゃったよ、もうちょっとだけいいですか、もうちょっとだけいいですか休みの間にこのなんか発表になったんですけど、この1週間の間ですよねに発表になったんですけど、アベマ TV のですね72に出演することになりました。イエーイ、嬉しいですね、ここで発表できるのが私っていうのもすごい嬉しい。あ、ちょうどねゆきちゃんと一緒にいる時に知ったんですけど、私はね結構前なんですけど出演を知ったのは、でその時にあのアベマ TV でやってる、72新しい別の窓っていう番組なんですけど、あの香取さんと草薙さんと稲垣さんがやってるあの生放送の番組で、私そのお母さんがすごいスマップが好きで、その影響で私もすごいスマップが好きで、あの普通にライブとか行ってたんですよ、東京ドームとかの。だってまあファンですもんねって認知されてるそうなんですよ、そのライブ限定のサイリウムが出るんですけど、それを毎回買ってちゃんと
そうなんですよ。まあお母さん、まあ、仕事があって行けないライブとかもあったんで、まあ、お母さんのがよく行ってるんですけどそうなんですよ。そう、発表になりまして、ついにあの出演できる、本当にあの夢だったというか、出たいと思ってたんですよ。めっちゃ嬉しい。インスタやってないんですけどね、インスタやろうかなもう本当にインスタ始めようかな、もうパニックになりましたけど、マジで本当に嬉しすぎて死ぬのかなと思って、そのイルカと泳ごうって話をしてた時ぐらいだったんですよ。だからなんか幸せが重なりすぎたら死ぬのかなって思うぐらいにすごい嬉しかったんですけど、今回が19とかなんですけど、シャープ19とかなんですけど、その初回の72時間やる、初回がね72時間やるって時とか ずっと見てたんですよ。まあもちろん寝たけどね、寝てるけど起きてる時とかはずっと見てたんですよ。仕事の合間とか電車の中とかでもずっと見てたし、そう、ただのファンよ、だからそう、プスも出たことあるけど、そうなんですよ。どうしよう、どうしよう、どうしようっていや、もう本当にそわそわして、今の悩みは、香取さんです香取さんです、香取さんの、あれに行ったんですよ、個展に。その時に買った T シャツがあるんですけど、それを着ていこうか着ていかないかくだらない悩みめっちゃ面白くない？オタク、オタク見てる皆さんも同じ悩みほうほう、いや、じゃあみんなにさ、決めてもらったらいいんじゃない？こういうのを着てった方がいいのか、着てしますオタクとして、オタクとしての意見を。そうです、出すよね、新曲ね、出すんだよ。何がかりなの今日は、私だからやっぱ着てく、着てく、皆さんどう思って東京でもしてる。そうなんですよ、やっぱさ、なんか一ファンがさ、そんな急に着てったらさ、申し訳ないな、仕事に来てたら申し訳ないなっていう、そのね、なんていうんですか、あれがあって、やっぱ仕事で呼んでいただいたので、その共演したいっていう憧れとか夢があったんですよ。それが叶うわけじゃないですか。ってなったら、やっぱその T シャツは着ていかない方がいいんじゃないかなって思うんですけど、せっかくね、せっかく行ってるんですし、T シャツも買ってるんですし、まあ多分逆にその私服で会うことはないと思うんですよ、多分衣装で会うと思うんで、私服で会うことはないと思うんで、気分的に上がるかアンケート取っていいって私は当日、香取慎吾さんの個展で買った T シャツを着ていくべきか着ていかないべきか皆さんにアンケート取ろうと思います代表よろしくお願いします何してんのこれ1着る、2着ない、ぜひ皆さん投票してください。皆さん私の気持ちになって考えてね、やっぱあの共演したいっていう憧れがあって共演だから、やっぱそうなるとちゃんとね、あのなんて言うんですか、お仕事する先輩として会いたいなっていう。じゃあ5秒前5、4、3、2、1、終了よし、着ていきましょう。みんなが背中を押してくれたからすごい、95%。 やっぱね、オタク診療はオタクに聞くべきだよね。そうだ、着てくよ。でも本当に普通にね、超おしゃれな T シャツだからね、私服として着れるんですよ。あのなんか描いた絵がちょっとデザインされてるみたいなやつなので、はい、着ていこうと思う。まあ多分 会うことないから多分衣装でしか、多分衣装でしか会わないから多分関係ないけど、あのテンション上げるためにもね、 T シャツなんて多分それ丸出しでいくこともないと思うし、ちょっとね着ていこうと思います。テンション上げるためにも着ていこうと思いますめっちゃ面白いじゃんありがとうございます。皆さんもご協力ありがとうございました。
なぜ着ないの。確かにそうだよね。着ていきます、私は自信を持って。超面白いじゃん。さあ、喋りすぎたよ。一人とは思えぬ喋り。じゃあコーナー行きましょうか。どっち行きますかね、悩んじゃう。今日はね、一人だからやっぱね、喋ることないだろうなって思うじゃん、逆に。だからたくさんコーナーを用意してくれたんですよ。なのに喋りすぎてどっちかしかできないって。でもまあ気になるのはどっちかな。どっちの方やってもいいですか。これは面白そうだから、ちょっとこっち、初めてのですもんね、私でやるのは。だからこっちでいきたいと思います。じゃあコーナー行ってみましょう。古川小夏はどっち。さあ、これはですね、今日私古川小夏について皆さんがどう思っているかを聞いて調べていきたいと思います。私についてですね、 AB、 あの AB で出すので、そのどちら派かなのかを皆さんに投票してもらって、あ、1、2で出すので、どっちなのかを皆さんが投票であれしてもらうっていうことで。雑。あれしてもらおうっていうことで、はい。まあ一応私も決めて、なんかまあその時に合わせて決めていくんで、まあみんなが思ってることと私が思ってることずれてるかなみたいな、合ってるかなみたいなのも確認しながらやっていこうと思います。まあとにもかくにもやりながら決めていきましょう。じゃねん、いきまーす。じゃじゃん。古川小夏の呼び方としてどちらがいい。1、振付の先生。2、コレオグラファー。これはそうですね、今日私は決まってます。はい、じゃあ投票よろしくお願いします。どう呼ばれたいかってことです。まあ言ってることは一緒なんですけど、どう呼ばれたいかってことですね。これは何ですか、呼び方としてどちらがいい。私がどっちがいいと思ってるかを投票してるってことですよね。だから私がどっちを呼ばれたら嬉しいかを皆さん考えてくださいってことでいいですかね。どうしてもこっちを呼びたいって人がいるかもしれない。確かに、どうしても自分はこっちより嫌だって人がいたらそっちでも全然 OK です。知りたいだけだから。じゃあ締め切りたいと思います。 5、4、3、2、1、 終了。結果は1、お、1、振り付けの先生。私はですね、コレオグラファーがいる。なんだろう、なんだろう、手に職をつけてる感じする。スタッフさんに笑われたんだけど。ねえ、ちょっとなんかちゃんと目、あの、なんていうの、こう、入れられるじゃないですか、プロフィールに。振り付けの先生だとなんか体育の先生みたいなテンションじゃん。いや、コレオグラファー。くだらな。あ、そうですかっつって、かっこいいからってだけじゃないの。確かにそう、そういうことです。大事ですよ、そのかっこよさ。まあでも呼ばれるのは もちろん小夏先生って、あの、あれだけど、ちゃんと名前として、お仕事の名前としてはコレオグラファーがいいですね。ちょっと次行ってみましょう。ででん、次、古川小夏見たいのはどっち。おお、1、衣装姿。2、私服。これは皆さんが私のどっちを見たいかを投票してくれればいいってことですよね。私はどっちを選んだらいいですか。自分が見せたいもの。悩むな。じゃあいいや、決まった。じゃあ投票してみ、みんな決まった、投票してみましょう。どうぞ、お願いします。小夏のどっちを見たいか、衣装の小夏を見たいか、私服の小夏を見たいか、決めてください。どっちがいいですか。どちらも見たいかもしれないけど、強いて言うなら強いて言うならどっち。水着が見たいです。パジャマが見たいです。それをどっちって言うんだろうね。
私服じゃでもあんま着ないもんから、ある意味パあの衣装なのかもしれないよね。じゃあ締め切りたいと思います。5、4、3、2、1、終了。ジデン、結果は私服、私も私服でした。やっぱり衣装はですね、なんていうの、まあライブをするための戦闘服みたいな感じなんで、まあ普段はやっぱ自分が好きなものを着てるから私服がいいなとは思いますね。衣装は派手すぎる、私は私服も派手です。残念ながらごめんね、私は私服も派手よ、言っとくけど。はい、まあ確かに衣装で電車乗るアイドルだけどって書かれてた。おしゃれに自信あるの？自信もこだわりもそんなないですけど、まあ好きですよ普通に。なんでしょう、あれがダメなんですよ基本的に。研究とかがダメなんですよね。だからなんかこまめに雑誌をチェックしたりとか、メイクとかもさ、なんか出かけるわけじゃないのにさ練習したりとか、なんかそういうのはできないんです。だけどまあそういう自分に合ったこう格好をする、自分が好きで似合う絶妙なところをするのが好きです。エスニック柄も好きです。結構ジャンルは幅広いです、何でも好き。最近はあのスポーティーなのも好きで困ってます。それだけはちょっと手を出さなかったんですけど、まあもともと多分踊ったりとかしてるからでしょうね。スポーティーだと急にそのレッスン着感が出ちゃうんで、だからあんま着ないようにしてたんですけど、最近はあの流行ってるじゃないですかスポーティーな服も、だから結構可愛いのいっぱい出てるから気になっちゃって、でもそれだけはねあんまり、まあそんな感じ。私服の話を説明するっていうのは難しい。ででん、あ、またできます、開いてから言うね。タイミング。もし古川小夏が自分と家族だったら、あ、1、姉、2、妹。これは私はどっちになりたいかを決めればいいってことですか。わかった、決まった。じゃあ皆さん投票していただきましょう、お願いします。まあ私が家族にいたらお姉ちゃんがいいか妹がいいか、姉貴って呼びたいか、このスーツって呼びたいか。どっちだろうね、私多分どっちも想像できると思うよ。一応姉なんだけど、これでもこう見えてもこう見えてもね姉なんですよ、妹がいるんです。みんなこう見えて、いやいとことか一年に一回は親戚がいる。なんでよ、常に会っといた方がいいよ、たまに会うとめっちゃ喋るかんね。定期的に会っとけばほら喋る内容はあんまないからさ、あんま喋んないけど。じゃあ締め切りたいと思います。5、4、3、2、1、終了。1、姉。あ、でもすごい僅差ですよね。 4%、8% 差か。私は2、妹です。まあ上が欲しいですねってことです。まあ自分が年じゃなくて、自分の兄弟で姉妹でお姉ちゃんなんで、まあ年上のそのお兄ちゃんだったりお姉ちゃんが欲しいなっていう。まあでも多分どっちもありそうだよね。まあでもしっかりしてるお姉ちゃんのイメージは結果ないんだとは思うけど。ん？合ってると、ああ確かに家族といてもうるさいけどね、残念ながら。そうですね、甘えたがりですからね、ないものでたり、あ、それもあるかも。なんで、なんでしょうね。でも私の妹は結構姉みたいな感じなんで
あれですけど、結構逆転はしてますけど、そんな感じでした。以上、以上、何でしたっけこれは、古川くんのツアーどっちのコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、早いものでエンディングでございます。あっという間だ、もう終わっちゃうの。画面越しがちょうどいいって言われたんですけど、結構な悪口だからね、それ。ありがとうございます。みんなありがとう、パチパチパチ、ありがとうございます。皆さん楽しんでいただけたでしょうか。ちょっとコーナーを飛ばしたから マイクになってる、こっちか。まずはそうだ、ランキングを確認していきたいと思います。ででん、第3位、イーラレンさん、ありがとうございます。過去嘘つき、なんで嘘をついてたんでしょうね、詳しく。あ、すごい。第2位、ミサキチ、小夏とユキの写真が。ちょうどまだ見てるかな、ユキ。そして第1位がケイタンさん、ありがとうございます。これはもう私がやるしかない、誰か誰かもいいよ、他にご希望の方がいれば。嘘です。もっと水族館トーク聞きたい。もう結構話し切ったでしょ。まあ家に話せるけど。ということで、ケイタンさん、今日も、ご覧いただきありがとうございました。私の幸せそうな顔いっぱい見れたかな。また見てください。はい、ここからはアプガのあれですね、やっていきたいと思います。告知をしていきたいと思います。お、見てるよ、お疲れ様、ありがとう。勉強になった、私の私の配信。あー面白い。さて、まずはですね、結構先に順番ちょっとバラバラなんですけど許してください。10月27日、5 to the 5th power、底なしの一体感、2年ぶりの、2年ぶりだって 2ヶ月ぶりの単独ライブですね。新宿ブレイズで15時からと19時からの2公演になっております。まあ底なしの一体感と言ってるほど相当熱いライブになること間違いなしという感じで、ぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。そしてですね、その前に単独ライブというかですね、土曜日モリティ、土曜日モリティは絶対 毎週欠かさず見てください、見てじゃなくて聞いてください。ですね、モリティの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 、モリティ、森崎、10月12日森崎バースデーライブがですね、表参道グラウンドにて行われることが決定しました。まあこれがね、あの久々の、とっても久々の単独になります。でもまあ一応森崎がプレゼンツなので、あの普段のライブとはまたちょっと違ったライブになると思いますので、まあね、誕生日は1年に1回ですから、ぜひ皆さんお祝い しに来ていただけたら嬉しいなと思います。そしてその何日かをですね、10月16日水曜日、マイナミブリッツ赤坂にてゾックとアップが、過去仮とアップが2期とくまりデパートさん4フォーマン決定しました。すごくない、嬉しい、嬉しいよ。なんか結構幅広いね。幅が広いね。パニックを起こしそうだよね、一日でみんなの脳が。でもなんか、どこのライブも、どのグループもライブも熱いので、相当楽しい一日になるんじゃないかなと思います。ちょっと情報量多いですが、遊びに来ていただけたらなと思います。で、これは言ったかな、明日、まあな、がですね、札幌 HMV ステラプレイスにてですね、イベントをやってくれます。18時からおまけみたいに書いてあるけど、18時からやってくれます。ぜひ皆さん応援しに行っていただけたら嬉しいなと思います。北海道の皆さん集まってね。そして、改めて10月6日日曜日ですね、17時から生放送でお送りするアベマ TV7 に新しい別の窓出演いたします。秋の大運動会ということで、まあアスリートアイドルですから
まあね、問題なのはね、アスリートアイドルのくせに運動音痴っていうとこなんですけどみんなそれをちょっとどうにか内密に内密にしていただいて、あの当日は私たちも頑張りたいと思いますのでまるでできるという手で応援していただけたまあね、それなりに頑張る、頑張るよ、頑張りはするけど、まあなんせね、運動が苦手なんでね、まあそれでも内密にしてもすぐバレるような本当だよね、頑張ります、バレないように一生懸命。まあでもね、あのたくさん運動はしてるんで、はい、体力はあるけどスポーツが苦手、そういうことなんですよ。だからちょっとブキッチョがね多いんですけど、ここで体育会系ではありますからカバーしていきたいと思います公然の秘密確かに全然守れないそしてですね、さっきはっちゃん の, あのオフィシャルでも発表しましたが、10月29日火曜日、新宿マーズでいいんですよね、にて、たたり盛りの君たちへ、結構あの初めましてのグループさんとたくさん対バンさせていただく、たくさんのグループさんとあの一緒にライブさせていただきますので、ちょっと異色なライブになると思いますが、それも楽しみなので、ぜひ皆さん応援しに来ていただけたら嬉しいなと思います、18時からですね、ぜひ遊びに来てください。そんな感じですかね、はい、まあよく喋るもんだ、今日もほんとずっと喋ってっからね。運動できないけどダンスは上手、そうなんですよ、あのね、スポーツとダンスはね別なんです、あれがそうで、これってなんかさ発表になってるんですかね、なんかツイッターでも書いてくれてる人がいたんですけど、せっかくだったら見てほしいんですよね。ボスボスはい、あのまあちょっと先ほどね話にも出ました、八景島でお仕事をしたのがですね5日発表になってる、アップカが出るって発表になってるまああの5日にちょっと面白い番組が TBS、 はい、 TBS のもう言っちゃうよ、言っちゃうよ、いいですよね、あの 10月の5日 TBS のですね、あホームページ出てる、あよかった、ありがとうございます。番組表にも名前載ってるらしいんですが、あ自動で録画予約できてるそうな、名前がね登録できるからね、そうそうそうなんです、かくれんぼ、あのハイド&シークっていうあのかくれんぼの番組みたいなのに、私たちも何でしょう、関わらせてもらってますので、どういう発表になってるかちょっとわかんないですけど、はい、とってもねあの私たちも楽しみにしてるんですけど、絶対面白いんでぜひ見てください、番組として絶対面白いんで見ていただけたらなと思います。あのファンの皆さんにも協力していただいて収録させていただいたので、ぜひファンの皆さんも出てるかもっつって皆さん拡散してもらったら嬉しいなと思います。うんうん、ぜひ見てね、あ番組表に出てる、ありがとうございます。ぜひ、そうです、9月1日にやってた、あの皆さんに協力してもらってやったあれです、もうすんごい暑い中でみんなと頑張ってやったのでぜひ見ていただけたらなと思います、よろしくお願いします。それも書けばよかった、ぜひチェックしてください。そう、仮Tシャツみんな書いてくれてますが、詳しくはいつかハイランドし見てください。はい、そんな感じですかね。あっあっ、で私の目線の先には時計があるんですけど一人で1時間も喋るああまあいいんですよ、どんだけ喋ってもいいようにこの時間なんですからそういうわけじゃないけどということで皆さんも本日はお付き合いありがとうございました。ハイテンションの古川小夏でしたが、皆さん楽しんでいただけましたか、どうかな、独演会って書かれて独演会です何もういろんなものについて語りましたもんね今日ね、ほんとお話とか結構語った気がするわ今日、はい、いろんな語らせていただきましたが、
私の好きがいっぱい伝わったんじゃないでしょうか。あ、僕はみんなよく喋るよ、まあ、よく喋ります。その中でも特に喋るんで。楽しかった、ありがとうございます。よかった、フリートーク楽しかった、ありがとうございます。ぜひ皆さん水族館に行ってください。水族館に行って、そのサービスエリアに行って何でも紹介するみたいな。香取さんの新曲を聴いて。もう何屋さんなんだよ。はい、ぜひ皆さん、とりあえず一番近くだと6日ですかね、チェックして、あ、明日の新井さんもありますが、5日の番組と6日の番組とチェックしていただけたら嬉しいなと思います。そして12日ライブに遊びに来てください。お付き合いありがとうございました。ぜひゆっくり寝てください。以上、古川小夏でした。おやすみなさーい。